はいえー、じゃあ時間となりましたので始めていきましょう、えー、と今日のタイトルですが、えー、平成30年の予備試験論文分析会ということで、まあ今日扱う科目はですね、えー、と私の方が、えー、最初1時間、えー、実務起訴、まあ、民事・刑事ありますけども、えー、これをやりましてだいいたで,、まあですねえー、と五55分から1時間程度、えー、私が話をした後で 5分程度休憩を取ってそこからですね矢島先生が民法の講義を行ううとということになっていますで、えー、と今日のコンセプトといいますかやる中身ですけどね、まあ、1時間で実務基礎についての、まあ、こう出題傾向とかあと難易度とか、まあ、それを踏まえた上で今後こういうふうな勉強をするべきだとかそういったところを話をしていきますので。 まああのまあ、しかも刑事・民事で、まあ、単純計算でいきますとまあ30分ずつですからね、まあ、一個一個の証文をまあ今ス丁寧に解説をして知識のインプットをするっていうふうなことよりかはあくまで傾向分析とあと今後の話ですね、えー、そこをメインに話をしていきますまあもちろん重要な問題についてはあの随時、えー、この問題をこういうふうに書くべきだったとか あのそういった解説も行いはしますけれども、基本的な流れはですね、今後のまあ将来にあのどういうふうに生かしていくのかというところになります。じゃあ、えっと、早速ですね、えっと、レジュメ、配っているものの9ページ、開いてください。 えー、9ページがですね民事になりまして、まあ、またあとで見ますけども17ページそこ以降が刑事になってますでまず、えー、と全体の、まあ、大まかな難易度とか傾向とかちょっと見ておきますと民事はですねあの比較的シンプルな問題が多かったですねまあそれこそあの通常の要件事実の知識と あとは普通に問題文読み込む力とあとは択一知識ですねそこさえやればまあなんとかなるなというところですでえっ、ー、と逆にですね刑事の方は若干ちょっと細かいというかあとしかもちょっとあの聞き方もなんか若干違和感あるというかですね結局何答えていいのかが若干微妙なところもありますのでまあ少し大変だったのかなという気はしてます。 まあただですねあの、民事にせよ刑事にしても、実務基礎の,あの出題レベル、あと受験生のレベル自体もあの年々上がってますね。まあ、あの23年からずっと予備試験やってますけども、あの再現答案、あの合格者の再現答案で、A 評価もらってるものを見ていきますと、もう一目瞭然というか、要するに受験生の方も、もう慣れてきてるというか、ちょっと前だったらですね、 あの普通にあの、まあ、7法、あの県民、刑と、あと行政法とかですね、民族とか、あっちの方に結構時間取られて,て、予備独特のですね、あの教養試験とか、あと実務基礎とかですね、あちらはかなり手薄になっている受験生多かったんですけども、あの最近そうじゃないですね、なんだかんだ皆さん、あの十分な準備されてます。まあ、やっぱりあれですね あの過去問の蓄積が相当,相当程度増えてきているということとあと予備校による対策もあのだいぶ、まあ、あの過去問の蓄積とともにこうクオリティも上がってきているということとあとはまあ予備試験をです、ねまあ割ともう初期段階から狙ってロースクールルートも最初から考えずに学部からもうずっとやって2年目、3年目の人も増えてきているというところで、まあ、レベルが上がっていると。なので最低限 あの過去問をちゃんとあのやってで、まあ、条文と,あとまあしょっちゅう出てるような実態法の知識とかあと手続き法の知識とか、えー、そこをやっとく必要があるわけです。で特にです、ねえー、と今回の30年の問題を、まあ、素材にして見ていきますとあの要件事実ですね、えー、そこはあの多少細かいところまであの全部やっとく必要があります。えー、なんでかと言いますと あの実務基礎の論文で聞かれるっていうことはもちろんのこととしましてあの口述試験でもあの普通にも聞かれますからね。で口述になっ,てますなってきますとあれ持ち時間ゼロで、えー、この要件実何ですかっていうことになりますからあのもう論文段階で染み込ましておかないとあのもうおタおタするんですよね。でそうなったらですねせっかく、まあ、論文化買っても口述で落ちちゃうっていうことになりかねませんので。 要件事実だけはですね、かなり時間かけても、あの、普通に民法の実態法の方でも、普通に聞かれますし、もうとにかくもう、実態法のことと、あとまあ、論文の実務基礎と、あと口述、あと収集いったあと、あとは実務に出てからもですね、あの、普通にありますからね。まあ、ちょっと若干余談ですけども、あの、普通にリアルにありますよ。実際 あの弁論準備とかでああ実務ですよ実務の話であの弁論準備に行ってで相手がまあ書面出してきてますよね。でなんかこう訴訟に至った経緯とかですねなんかこ,うこの人は今こんなふうな人でとかつら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 こう書いてる書面があってで裁判官からツッコミ入ってあの書いてあることは分かりましたけどこれ何の要件に紐付けて書いてるのってツッコミがあの入ったりとかですねあの結構あります。要するももう実務自体も あの要件事実に当て込んで,で、それでどんなふうな効果が生まれるのかってところをですねあの、かなりシビアに判断する傾向にありますので、もうとにかく今後ですね、あのどこに行っても、必ず要件事実は聞かれますから、えー、早い段階でこれ、身につけたほうがいいです。じゃあ、えー、ちょっとですね、まあ、見ていきましょう。えーと、まず問題の1番ですね。えーと、 ちょっとですね今日時間の関係もありますんで問題文これ我々ですね今この場で、えー、なんかこう「X の相談内容が、えー、私 X と Y はかスて」とかですね読んで、えー、こんな問題ですよねとかやってると問題の確認だけで30分から振っとくじゃないですか。なのでちょっと申し訳ないなんですけどももう皆さん受けたこと前提にあのちょっと話をしていきますんでもう時間の関係上ちょっとこれはやっておきます。 でですね、えっ、ー、と、まず、説明一番、えー、これ何かって言いますと、えー、カ1、ちょっと見てください。えっ、ー、と、括弧1見ていきますと、えー、弁護士 P、えー、これは原告側です。原告側が、えー、勝った場合に備えてですね、えー、強制執行が軽ぶらないように、あらかじめ、えー、何をやっとくべきですかっていうふうな問題です。まあ、言ってみれば、民事保全の話なんですけれども、あの、意外とですね、これ多いですね。 民事保全もあの必ずですねこれも、えー、論文プラス口述で聞かれます。でまあ今回何かって言いますと、えー、ポイントになるところはですね被告が、えー、具体的にどんな財産を持っているのかという話です。で被告が持っている財産としましては、えー、お客さんである A に対する八十万円の 売掛金債券ですねでこの80万の債権以外に、えー、めぼしい資産がないと。であのこういった売掛金の債権ってものはですねあのほっといたらどうなるかっていいますと、えーまあ、Y が訴訟を起こされますよね。でそれであこれやばいなと負けそうだって思ったら、えー、即 えー、A から返してもらってでその現金キャッシュなんで、えー、どうかまあ隠すなりあるいは何かこう形を変えてなんか別のものにして、えー、なんか陰徳するなりあのいくらでもできるんですよでしかもこれはもうトラブってますんで、まあ、そうするともう相手がですね、まあ、そういった財産隠しをする危険性で非常に高いわけですねなので、えー、何かしらですね え、あらかじめに保全する手続きをやっておかないとえ、これやばいということになります。まあ、なぜかと言いますと、これまあ、そもそもこれ、あの債権以外に目星資産ないわけですから、買ったとしてもですねえ。それどっかあの試算してえ費傷してますと。とまあ、全く無意味になりますからね。まあ、というわけで何するかというとえ。そんなふうなことにならないように。仮差し押さえ。 えー、これいいですかねであの具体的にまあ保全のところですけども、まあ、どこまでやっておきゃいいのかって話ですけどねまあ基本的にはあのこういう時にはこういう保全の手段を取るんだってことがまずざっくり分かってればですねあとはその細かい論点についてはあの多少スルーしてあの後回しにしても結構です。まあ、ですから例えばですよあの金銭。 であれば、まあ仮差し押さえ。で、えー、その他、まあ、例えばですね、まあ登記とかでしたら、まあ占有とかの話でしたら、他にですね。であれば、仮処分とかですね。あの、何の時に何をするのか、えー、そこはちゃんと理解しておいてください。まあ、大きく 3, 3種類、しかありませんのでね、えー、そこはすぐわかるかと思います。あと、括弧二2番ですね、次。 えー、訴訟物もこれももうほんとしょっちゅうしょっちゅう、えー、毎年聞かれますよねで一昔前でしたら大体まあ訴訟物は1個だけだったんですよただまあ最近ちょっと込み入ったものも増えてきてますよね、まあ、今回なんかその典型じゃないですか、えー、これ何かって言いますと、えー、書いてあるところはここですね下から二段落目 返返済期限の続きでも、y、が返してくれないと、まあ、こういったあの貸金のまあ本体というかですね、えー、貸金債務それ自体プラスえここ返済が遅れたことについての損害金も払ってくれと。まあ、というわけなんでえこれ訴訟物どうなるかっていいますと本体プラスえそれとあのいわゆる遅延損害金ですよね。でこれはあの訴訟物としましては別個のものです。 まあ、というわけで、まず本体が、えー、消費貸借契約に基づく貸金返還請求、まあ。貸金返還請求権ですね、厳密には。えー、プラス、えー、これは遅延損害金ですけども、あの、遅延損害金の書き方って皆さんもう大丈夫ですかね。あの、これもしょっちゅうあの書きますんで、あの、遅延損害金請求権とかですね、あの、それ書いたらダメです。あの、正しくは、 債務不履行に基づく損害賠償請求権ですね。まあ、というわけで訴訟物はこれは正しく一字一句書かないとダメですあ。でちょっと今後の勉強方針のところでも少し触れときますけどもあの基本あれですね。論文試験って 大きくまあ2つというかまあ2種類ありましてとにかくもう一言一句もうこの通り書かないと間違いだってなるあの問題と、まあ、それとですねとりあえず理解さえ示せれば OK ってところあるんですよ大きく分ければですよ。であの訴訟物はですねこれも答えが100%決まってますんであの条文の第何条とかいうのと全く同じであの一言一句間違ったらアウトです。 なのであの、訴訟物書くときは十分あの注意してください。まあ、何々に基づく何々件ですね、書き方は。消費代謝契約に基づく貸金返還請求権とか、債務不履行に基づく損害賠償請求権とか、えー。そこは書き方は必須です。あと、訴訟物で結構忘れる人が多いのが、 えー、訴訟物の個数ですねあのちゃんと1個とかあのそれを書いてください。でもちろんですねあの併合形態、まあ、単純併合とかですねあのそういった併合形態については聞かれたら答えると聞かれなければ答える必要はないです。 あと次ですね、えー、この括弧3番にいきまして、えー、記載するべき、まあ、訴状に記載するべき、請求の趣旨。えー、ごくごくたまにですけれども、えー、請求の趣旨と言葉をですを、ね、間違ってあの答えちゃう人いますね。あのそれも論外なんですけれども、あの請求の趣旨っていうのは、求める判決です、イコール、まあ、求める結論といいますか、判決文、中文ですね。 まあというわけであのまあ書き方としましてはまあ被告は原告に対し何々を支払えとか何々せよとかですねえそういった求める判決文を書くことになります。まあ、というわけでまああの細かいあの書き方はですねまたあの後であの参考動画を見てくれればいいんですけどもまあ被告は原告に対しえ金いくらいくらを支払え ということになりますでちなみにまあこれもよくある話ですけどもあの判決文ですね、えー、そこであの金銭消費貸使契約に基づく返済として金いくらとかあのお金の性質は絶対書かない、えー、これは基本ですあのこんだけ言っても毎年いますねあの何々としての金銭を支払えとかあの書く人いますけどもそれアウトです、まあ、この辺もですねあの100% あの何が正解で何がそうじゃないかっていうのが決まってますんで要注意となります。あとは4番が要件事実の話ですね、まあ、金銭死逃避対策のまあ要件事実、まあ、何を立証しないといけないのか何を書かないといけないのか。 まあこれはもうあの基本中の基本になりますまああの覚え方ですねまあこれはちょっと知識の補充ですけども覚え方としましては 5W1H を意識するとまあ大体のところは分かりやすいですまあこれはもう売買でも消費対策でも同じですねいつ誰が誰とで何をしたまあそういったですね いわゆるまあ 5W1H と呼ばれるところ、そこを意識しながらあの要件事実、まあ書き方ですね、覚えていくといいです。まあそれと条文を照らし合わせれば、まあ大胆なところはですね、あのまあ多少うろ覚えでもあの現場で思い出したりとかができます。まあもちろんよく使うところはあのあらかじめ覚えた方がいいですけどね。 まあなので今回で行くならば、あのまあ、平成何年何月何日、X が原告に対して、弁済期をいついつとして金100万貸し付けたとか。まあ、これがですね、あの金銭消費対策のまあ要件事実。で当然、弁済期の定めがあって、えー、それを超えなければ金返せって言いませんから、えー、弁済期が経過したこと。まあ、これも書かないといけない。 まあよく使うものとしましては金銭消費対策ですね、今言った。あとはあの物件的請求権、あのこれもよく使いますね。例えば、ああ土地の所有権に基づいてまあ妨害排除とか請求する場合、えー、それは何書きゃいいのかとか、まあ、当然ですけども、あの原告所有、被告占有ですよね、まあ、それだけなんですけども。あの結構、余計なこと書いたりとかあのいう人います。 あ,あとあれですあの答案読んでてめっちゃめち多いのがあれですね要件事実ってあの必要最小限書かなきゃいけないじゃないですかあのなんか不安だからっていうのであのなんかプラスアルファくっつけちゃう人いるんですよあの書い、まあ、プラスアルファ書いといたら一応まあ全部書いてあるんで、まあ、大は小を兼ねるみたいな発想で守りに入る感じで書く人いますけどもあれ減点されますんであのそれ絶対書いたらアウトです なので例えばですよあの、原告所有、被告占有とかの時に、なんか余計なこと、なんか例えばその、なんでしょうね、争いもないのに、なんか所有権の来歴を書いたりとか、なんかその経緯書いたりとか、あとなんか、いくらで買ったとかですね、なんかあの売買契約に基づく請求なのか、物件請求なのか、訳分からわわなくしちゃったりとかですねあの、そういう人いますけども、あれ、思いっきり減税されますんで、あのこれ、だめです。 まあもうあの答え決まってるものはです、ね、もうその通り書くしかないですね覚えてしまってというわけであの説問1番みたいな問題はあの事前準備が100%可能なところなんで、えー、そこは十分あの30個なりですねあるいはまあおがくじマニュアルなりまあ何でもいいのであのよく使うところは覚えてくださいあの必須なところはですね過去問で出たあの訴訟物とか 過去問で出てた要件事実は、えー、これは絶対ですねあのもう酔っ払ってても書けるくらいにあの覚えてた方がいいですあ繰り返し繰り返し出ますんでだって金銭消費対象の要件事実とかってあの他でも出てるじゃないですかあのり繰り返し繰り返しあのつ出てるところで意外と限られますんであのやった方がいいですねここはでちょっとページめくって次ですけども あの民事の方はですね、えー、原告のまず訴状を書いて、あとは今度、被告側、えー、そのまあ答弁書なり、あの、答弁なり、えー、そこを聞いてくるっていうのが、まあ、鉄則ですね。まあ、今回はですね、あの弁済の答弁、まあ、今回は、あの、かっこ1、括弧2とかいろいろ書いてありますけれども、まあ、具体的な事実で、えっ、ー、と、 まあ括弧2番でまあ総裁とかですねいろいろ聞かれています。まあ総裁もしょっちゅう出ますね。まああと時間の関係もありますし、まあ説明2番でまあ聞かれていることをですねまあ予見実で大事ですよってところなんで、まあこれ説問1番でもうすでに説明済みですからちょっとここはもうこれくらいにしときまして。 えー、次説問3番ですね。意外とこれなんかあの正当率っていうかあの低いですよね。あの消滅事項もう10年経っちゃったんであの消滅事項を援用しようとしてるけども、えー、まあそれやむなく断念しましたと。で、えー、これどういうことかと。まあ、当然ですねあの消滅事項を 物理的にまあ歴史的な事実として10年経過している以上はまあ消滅事故を言いたくなりますよねで。それに対してこれ無理だってケースは、まあ、あの事故が中断しちゃってるって場合かあるいはですねもう一個ありまして結構これ皆さん落とすんですけども行ったとしても全く無駄だってケースがあるんですよ。で今回の場合その後者ですねあの事故の中断事由は何一つないんで。 でこれはあの民法のあの条でですすね適問題どんな時に総裁できるのって言われたら、えー、それはですね、まあ、お互いにこう相対する債権があるわけですけどもでその時に片っぽの債権がですね時効でなくなっていてもその時効消滅する前に総裁適場にあれば、えー、それ消えてなくなったはずの,じあの債権をですね援用できちゃうわけですよね。 これ択一で聞かれるとですねおそらくもう9割9分皆さん、正解すると思うんですよだけどもいざ改まってですね、えー、こんなふうに聞かれるとあの正答率がガクンと下がるんですよね。というわけでこれ何が頭の中で起きちゃっているかその原因は何かというともうあらかし最初からですねこの問題であのその総裁的上で、まあ、事故で消えていてもですね 後から引用できんだってことがもう抜けてるんですよねもう事実関係をバーッと与えられてるんで何が中断自由ないかそこだけをもうバーッと探すんですよ。というわけで、えー、防止策としては、えー、一回自分の頭でやってみてないと中断自由が。だったら何か他にないかってところで、えー、今回はですねこの説問3番総裁の神戸に対してそれに対するまあ いわゆる再公弁としてこの主張ができないかですよね。というわけで関係するものとしては総裁の公弁に関する知識それと実行に関する知識というわけで実行に関する知識としては中断事実だと探すこれが無理だとだったら総裁に関する知識の方に移るしかないですよね。で条文を見ていくと580がありましたと。というわけで あのとりあえず頭の中で自分で可能性をわーっと狭めるんじゃなくてまずは、えー、こうも考えられるああも考えられるってねまあちょっとまずは考えてみるとでヒントになるのは問題文だけです総裁の公弁に対する再高弁でこうだって言ってるんで、えー、関係質問上番片っ端から見るってところですねまあそれもあるんであの何らかの答案構成 あのこれは時間ちょっと長めに取った方がいいです。あの皆さんも多分ありますよねあの。絶対1回は経験してると思うんですよ。なんで俺こんなの書いたのっていうふうにですね。あの試験中は大真面目にやるじゃないですか。もう集中して。で試験終わって、えー、いざ振り返って、えーまあ、予備校の模範答案とか見たりするとなんで俺このこと気づかなかったのってありますよね。要するに、まあ あんまりこう熱中しすぎるとよくないんですよなのでちょっと答案構成の時間を少し気持ち多めにとってその上でえ考えて納得づくで書かないとあのミスりますでまあ時間とった分まあ条文見る6歩パラ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 めくるという感じですねあの意外とそれで防げるミスって多いですね あの再現等は読んでますと。まあ、なので、よくミスるっていう人はですね、あとあるいは、何か、こう、気づかないっていう人は。ちょっと答案考査の時間長めとって、ちょっと試してみてください。まだ、あの、あれですね。来年の、あの予備の論文まで、まあ、一年ぐらいあるわけですから。まあ、いろんな、こう、試行錯誤をするのも、一個の手ですよね。 ちなみに私の経験談からいきますとあの最初ですね答案書く時ってあの一般論としていわゆる25%ルールってあるじゃないですか。まあ、とりあえず試験時間の4分の125%は答案構成に当ててで残りの時間で書きましょうねみたいな一般論。最初はそれでいいと思うんですよ。でだんだん書いていくうちにこう自分だっ,たらだったらもうちょっと答案構成時間長くほしいなとか。 自分ならもうちょっと短くていいなとかですねなんかいろいろ出てきますんでちょっとそこはあの試してみてくださいちなみに私はあれですねあの試験時間のうち結構答案コースの時間長くあの取るタイプでやっていくうちにだんだん変わっていくんですよもうちょっとあった方が点数伸びるもうちょっとあったらっていうのでなのであれでしたねあの実務基礎とかでも意外と閣僚少ないんであちょっと今回の刑事系はいっぱいありましたけどね あの例年見ると意外と閣僚少ないんで大体あれです、えー、と司法試験でいくと、まあ、予備試験でもそうかあの行政法と民訴って意外と閣僚少ないじゃないですか例年例年なので大体ですね5割から6割ぐらいが答案構成に当てちゃってで書くのは残り時間みたいなで他の普通の科目ですね普通の憲法とかあの民法とか。 他の普通の科目はだいたい5割が半分が答案構成で半分があの書く時間みたいないうふうにしときましたねあのミスをしないっていうのはすごくですねあの点数に反映されます書きすぎちゃってでミスって積極ミスやって試験管がですよあこの人分かってねなってなるケース結構多いですよあの試験管は機械じゃないんで人間なんでそうすると なんか間違ったことをわあっと書いてるとですね、こいつ大丈夫かってなるわけですよね。で、その心証でずっと読んでるんで。そしたら、まあ、あの裁量点、あの、ガーンド下がりますから。あの、とにかく間違ったことを書かないと。で、そのためには、あの。答案構成、ちょっと丁寧めにやるっていうのが、手です。特に実務基礎は、その傾向が強いですね。 じゃあ次ですね。えー、と今度、説問の4番、11ページの方にいきますけれども、まあ、これはあれですね、あの準備書面書けというふうな問題です。まあ、こういったあの、まあ、準備書面書けというやつも、ですねあの毎年出ますね。 であの一応ルールとしましては、まあ、今回は、えーまあ、次のページに書いてますけども弁護士 Q の立場で、まあ、準備書面に書く内容を書けということなんで、まあ、当然ですね、えー、弁護士 Q はあの Y の方の依頼人ですから Y の言っていることが100%正しいというふうな前提で書かな容ればだめです。 で Y の言い分が100番正しいことを前提にでそうするとですね、えー、それと矛盾する X の発言については、まあ、これを何とかして攻撃しないといけないわけですよね。プラス、えー、Y が言ってることについてなんか補強できることがあれば、えー、そこを今のプッシュすると。で基本ですねあの実務基礎の科目論文の科目で まあこの Y の供述とかまあありますけども余計なことが書いてあるケースってほとんどないです。というわけであの与えられた事実は全部使い切りまあこれは他の科目でも同じですけどね。なのであの蛍光ペ弁がなんか持っといてで、えー、この事実使ったとか、えー、それずわっと全部塗るんですよね。だって過去問とか見ていますとあの例年、えー、それで使った事実を塗りつぶすと。 ま,あ、まんべんなく全部事実使い切って、まあ、それが模範答案というかあの完全回答になってますので,で今回のケースでいきますとあ,のあれですね Y がなんかちょっとあの X に同窓会費の使い込みを指摘したがゆえに、まあ、X がこう他の患者の面前で大恥かかされて辞、まあ、めざるを得なくなっちゃったとあのそこを恨みに思ってんじゃないかと。 えこれ結構大きいですよね。あの言ってみれば Y のストーリーっていうのはもう一回金返したにもかかわらずでもあの X がですねなんかまたこういろいろ言ってきてるとどう考えたらおかしいと。でもそれってあの結構レアケースっていうか普通常識考えてですよ。まあ例えば皆さんもですね あのこれまでの人生の中でお金の貸し借り1回ぐらい絶対やったことあるじゃないですか、まあ、1,0002,000円,円でもでその時にあの貸しました返してもらいましたとで返してもらったってことを重々分かっていながら返してもらってないから返せっていうのって普通ないですよねじゃあそれが何で起きてるのかっていうところはこれイレギュラーなことになってるんで説明しないといけないんですよじゃあそれ何か説明できる材料があるかっていうと それこういうことがあって恨まれてるとだからこいつこんなふうな嫌がらせをしてきてるんだであればまあこういうふうにあの必ずですねまずは考え方としては、まあ、準備書面のこの問題ですね書き方としてはまず自分が意気をするストーリー、えー、自分の依頼者のストーリーをちゃんとまず理解して じゃあそれを補強するには何があるのかという観点でこの供述を見ていくと、まあ、取りこぼしはほぼしほないんですで最後にまあ一通り答案構成した後に、えー、この説問4番ですね何かこう使えてない事実使い切ってない事実が何かないかなとか、まあ、そういうふうにまずストーリーを上げて補強する証拠を探すとでそれが終わったら、えー、今度は普通にまたもう一回ゼロに戻して ゼロベースでもう一回 Y の教室をざーっと見て何か使えねえかと,いうところを探すとでそうするとだいたいですねあの蛍光マーカーで塗っていくともうあのまんま全部あの埋まりますまあというわけで蛍光ペンこれは必ずですねあの持ち込んで使うことをお勧めします。 であと今回の問題はですねあの民事の方は放送倫理なかったですけどもあの放送倫理が聞かれる時もありますからねあの最低限、まあ、職務基本規定ぐらいはあのちゃんと目を通してでこの条文にはこの論点があるとかこんなふうな問題があるとかですねそこは知っとかなきゃダメです。まあ、特にしょっちゅう出るものはあれですよねあの利益相反とか。 もともとんかこう法律相談を受けていてで、まあ、それが終わったとでそうしたらその相手方から事件受任しそうになっちゃってるとかまあ分かりやすい利益相反だとこんな感じですよねまあ他にもあのじゃあ事件受任している相手方の弁護士が代理人が同じ事務所の別の弁護士ならどうなんのとかですねまあちょいちょい典型論点でなりますよねあのそういうそういうふうなところをまず えー、理解しておいて覚えておいてあとはあのまあ何でもそうですけどもとにかくですね過去問で出たことについてもう一回出るってケースって予備式の場合めちゃめちゃ多いんですよ特に実務基礎の場合刑事民事問わずなので対策としてはあのこれ民事刑事問わずですよまず過去問で出てるところがもう一回出たら 予備校の模範答案通り書けるで冗談に持っていっておきますでプラス、まあ、それよりもクオリティは下がるけどもとりあえず何か聞かれてもとりあえず最低限を答えられるっていうふうに条文と判例ですねそこを見ておくとまあ実務基礎の場合ですとねまあ大胆なも,ものはあの条文であの型がつきますけどね はいえー、以上がです、ねえー、と民事権に関する話でしたじゃあ、えー、と次、刑事の方行きましょうで、えーと、刑事はですね、まあ、あの出ている、まあ、分野ですね、まあ、これ自体はあの公判前 がまあメインで、まあ、当然これはあ,のあらかじめ準備しておかないといけないことですしあと保釈とかですね、えー、その辺ももう典型論点ですね、まあ、ちょっと細かいかなっていうところがあの世相さんの,あの素因変更だなんだっていうふうにまあ検察官がえ取るべきところですかねえっ、ー、と20ページのここですね 質問3番で河川部 C に関して検察官が行った所要手続きについて条文の根拠に言及しながら簡潔に説明せようとあの皆さんの傾向で,です、ね、あのこの場合弁護人だったらどうするかという問題については意外と皆さん書けるんですよあの弁護人が取るべき行動。 あとは裁判官だったらこれどういうふうに釈明とかするべきかとかですねについても意外と皆さん答えられます検察官どうするって聞かれると大体総崩れになる人が多いんですなんか気持ちはわかりますけどねなんか検察官ってなんか我々普通にこうやって勉強してるとなんか若干敵っぽいじゃないですかだから気持ちはわかるんですよですがあの意外と出ますからね 検察官ならどううするっていう問題も、えー、そこもまあ全部条文であの説明つきますんで、えー、そこちゃんとやっておいてくださいまあ七かの検察官死亡する人ってまあ受験段階でまあ数が少ないのでまあちょっとしょうがないところもありますけどねあとなんかあの刑訴とか とかの刑事訴訟法のテキストとか見るとです、ね、あの検察官がもういかにこうやばいやつかというのを今後のなんかもうどの基本書にでもです、ね、あの検察官は悪者じゃないですかで弁護人はまあなんか正義の味方じゃないですか、まあ、若干そういう結果は実務でもありますけどねなんかいい人はいいですよいい人はいいですただ一部あのやばい人もいます普通ここまでするのぐらいの人もいますけども、まあ、大半の人は普通ですね 普通が大半で、いい人がちょっといて、えー、やばいやつもちょっといてって感じです。あではで、ね、じゃあちょっと話を元に戻しまして、えー、と今回の、えー、と問題ですけれども、えー、とまず、説明一番が、えー、典型論点で、えー、保釈ですね。で、えー、と保釈と、まあ、保釈っていうのはあれですよね、あの被告人段階で。 あのちょっとまあ身柄解放してくれっていうやつですけども、まあ、それ以外にもあの被疑者段階であの身柄解放する手段としましてはあの交流ですねあの裁判所の勾留決定に対して準抗告をしてでそれで何かおかしいでしょって言ったりとか、まあ、いずれにしても被疑者段階であの身柄拘束をあの解いてもらう被告人段階で身柄拘束を解いてもらうと。 その身柄拘束を解くって手段についてはあのほぼほぼです、ね、あの毎年のように出ています何だかんだ刑事弁護というのはあのいかにあの身柄か拘束を解くかというところがもう主眼なので,で書き方はです、ね、これももう機械的に決まっていますというわけで機械的に覚えてくださいあのフォーマットを書き方を。あの 交流だだろろううが、あの保釈だろうが、まあ、今回は保釈なんですけれどもあの、要件って決まってますよね。で、えー、権利保釈の要件がこうなっても決まってまして、でそれに覚悟に該当すれば、いいですかね、これ、あの権利保釈の条文の覚悟のどれかに該当したら、えー、そしたらですね、えー、これは保釈をしなければならないって条文になってますよね。まあ、これが権利保釈 でそこに引っかからなくてもあのずっとです、ね、身柄拘束を続けることによってその人がものすごいもう大ダメージを受けるとかそういったところを加味して裁判所がです、ね、あの裁量で保釈を認めると、まあ、いわゆる裁量保釈大体、まあ、書くべきことはです、ね、あの権利保釈ですね、まあ、というわけで必ずあの その覚悟該当性、えー。そこは全体ですね。まあ頭の中に入れてください。89条。ちょっとこれ、えっ、ー、と、もう見ときましょうか。答案ですね。えっ、ー、と、24ページ開いてください。 24ページの参考答案ですね。えっ、ー、と、この書き方、えー、書き方はもう決まってますんで、えー、この通りもトレースしてください。これ、もう丸暗記です。書き方ですね、書き方。何するかっていいますと,、えー、と、まずですね、えーと、判断要素を上げて、でその上で、具体的にこの証拠隠滅の対象で、物理的に客観的に、まあ、要するに、 ま、言ってみれば、神様の視点で見て、今回のこの事件については、どんなふうな罪状、秘密があるのかっていう可能性、それを全部挙げます、まず。で、えー、弁護人としましては、そのおれ、およそですね、本件について考えられる、あの、証拠秘密の対応とか、対象とか、え、これについて、え、全てを潰していくと。流れはこうです。というわけで、え、2番ですね。2番が、 神様の視点で見て純粋に客観的にこういった可能性がありますよっていうことでそれについて3番ですねじゃあそれについて可能性があるのかとできるのかとで、えー、とこの可能性につきましてはこれも必ずです。えー、とタイトルになっている通り 客観的な可能性と主観的な可能性で分けて書いてください。で客観が先です。主観が後です。もうこの決まってます。客観的に見て物理的に見てできんのか。でできるとし、まああの当然できないんですけどね。と当然、まあできないはできないんですけども、それをやろうとしてんのか。客観としかこの順番です。 でそうすするとですねこんなふうに書くとあの今回もまあここにある通りです若干、答案って長引くじゃないですか。でも、あのこれもしょうがないと思ってください。あのこれも決まりなんで逆にここでです、ね、あのなんか2番のと、まあ、ナンバリングのです、ね、2番とか3番に書いてあるところを全部ぐちゃって書いちゃうとあのやばいことになります。点数下がりますすなのでで、まあ、多少ですね まあ、答案長引いたとしても,もうこれは決まりだと思ってでそれで書くしかないですね、まあ。というわけでちょっと私もですねあのなんかちょっとこれ長いんで削りたいなと思ったんですけどあの答案見たときに、まあ、でもこれはもうしょうがないと思ってでそれをままにしてます。であとあのちょっと、まあ、問題的に問題なんで言っておきますけども実務系の科目ですね こういうふうに、書き方のフォーマットっていいますか、この順番での合格っていうのが、あの決まってるケース、ほぼほぼ多いです。なので、あの実務系が苦手だって人はですね、一回その23年からの全部の過去問の,あの答案、あの今もう、普通に売ってるわけですし、あと、レックにもまあ配ったりしてるじゃないですか。あれ見て、そうするとですね、大体どの、 あの当完も書く流れってもう決まってるんですよね。もうなんかほぼほぼ一緒です。共通認識できてます。なのでその流れ、えー、そこまず暗記すると。あの意外と割と早くできます。あの問題あのパターン意外と狭いんで出題パターンは。でその解法を覚えて、そこからですね。あの具体的に書く中身を考えると。いうのが、えー、実務基礎の勉強では一番楽ですね。手っ取り早いです。 まずは枠といいますか型というか、えー、それを決めてしまうと、はいえー、あと次です。えー、説問の2番ですけども、えー、これは後半前に関する話ですね後半前整理手続き、えー、しょっちゅう出ます。というわけで えー、後半戦の、えー、この辺の条文ですねあの、証拠調べた何だとか、えー、そこは、まあ、それこそもあれですね、係素の勉強するときは、もうまずは条文をざっと読んで、すまあ、条文本当も毎日のように条文を読んでいればです、ね、あの自然と頭が入りますので、それぐらい条文が大事です、ここは後半戦のところは。 でそれでまあ過去問ですね、えー、見て、あとはあのテキストのインプット、あと予備校の模試、レックの模試ぐらいやっとけばいいですかね、とにかく条文ベースです、あのやり勉強の仕方としましては。あの一応聞いておきますけど、あの後半戦のところですね、条文っ、えー、と1回はやった人います1回はやったったて人。 あれマジですかゼロですかあの後半ゼロのところですよ。条文素読。1回はやった人はどんぐらいいますちょっと手を挙げてほしいな。あ一1人2人三ああの、こんだけの数いてこんな1人2人しかいないってやばいんですよ。あの、刑訴の,あの手続きってあの、条文に全部書いてあるんですよ。というか書いてないとおかしいじゃないですか。あの憲法の31条で あの適正手続きでやんないとあのもう絶対ダメだってことをこガンガン言ってるわけですよね。でそれを具現化して「刑訴」にしてで、まあ、あの規則まで作っちゃって。っていうわけなんであの全部軽素と「刑訴」とあと「規則」ですねあのそこに全部書いてありますもう。あと本番では何するかっていいますとその書いてある条文をあのちゃんとピックアップしてでその条文にどういう事実が当てはまるのかってところをあの答案に示すだけです。 というわけで、規則と、あの、計算の関連条文ですね、それやらないとだめですよ。で、結構やっぱり多いですけども、実態法でもですね、条文読んでないのに、あの、インプットテキストとかですね、見てもあんまり効果ないですよ。要するに、条文ちゃんと分かってることをある程度前提として、その上で、知識をインプットしましょうねっていうのが、テキストですから。 まあなのであの後半前は全部、まあ、特に係争全般ですけども、後半前は特にあの条文に全部書いてありますので、えー、そこはもうしょっちゅうしょっちゅうあの見てください。あ,あと、これ、民訴でもそうです、民訴でもあの。うわ、これ、むずっと思っても、あの6歩開いてると条文に全部書いてあるじゃんって、いや結構あります。はいえー、じゃあ、次ですけれども。 あの説問2の方ですけどね、まあ、証拠の、あえっ、ー、と、説問二はもういいですかね、ちょっと時間の、えー、とあと3、4分しかありませんので、えっ、ー、と、ちょっと大事なところで、説問4番、ちょっと見てください。ここも意外とですね、皆さん、迷った人多かったですね、えっ、ー、と、問題の方を見ましょうか。 21ページ、説問4番です。あの説問4の過去1番、ちょっと見てください。えー、と検察官がですね、W2 の供述によって、えーまあ、あの立証したい要所事実、えーと、A が控訴事実記載の器物損壊とか摂取に及んだという事実を立証しようと考えていると、立証趣旨はこれです。 でこの場合ですね、W2 の供述は直接証拠なのか間接証拠なのかあのこれも結構よく見る問題ですね。あの民事でもそうですけども直接証拠があればあとはですね、まあ、その直接証拠の信用性といいますか、まあ、理屈の上ではそこ,そこだけ判断すればあの答え出るじゃないですか。 まあもちろんその直接証拠のためにですね、まあ、種々の間接事実もいろいろ積み上げたりもしますけども、普通はですよ。ただ、理論上は直接証拠があれば、そこを徹底的に補強するっていうのがですね、あの基本的には路線になるんですよ。というわけで、果たしてこの,もあの証拠が直接証拠なのか、まあ、それとも間接証拠なのかっていうのはすごくこれ大事な話ですよね。なので、これもしょっちゅう出ます。で あのこれも結構間違ってる人いましたけども,あのもうリアルにです、ね、直接証拠っていうのは、えー、これ一体何かと言いますともうほん例えば目撃証言でしたら本当にです、ね、その現場をまさに見たというものです。例えばなんか殺人とかでしたら、えーその 捕まってる被告人がですね、えー、包丁とかを持ってその人の,あの被害者ってされてる人の,あの胸をひとつきしたその一部始終を全部見ていたと実行行為をこれが直接証拠ですじゃあ今回どうかっていいますと目撃証言ですけども、えー、今回接種あと器物損壊ですよねでも今回 W2 の,の証言これ何かって言いますと なんかまあ機械みたいなものをですね持ってまあ出てきてましたってだけじゃないですかつまり実行行為を見てないんですよであればこれはえ単なるまあ間接事実の一個に過ぎないんですよね当時えこの被告人がその摂取した器物損壊したっていうところの現場に居合わせてで 接種品と思われるような何かしらの機械、えー、これを手にしていたとというわけでこれ疑わしいんじゃないかと、まあ、要するに犯行の、えー、実行の実可能性があったと、はいえー、これもいいですかねであのこれ刑訴の方でもそうですけども意外と刑訴って 言葉の定義は、まあ、結構すぐ覚えられて論点もそんなに多くなくて当てはめが難しいっていあの伝聞証拠の問題なんかもうまさにその典型じゃないですか伝聞証拠って何ですかって聞かれたら多分この教室にいる人ですねあの全員が多分答えられると思うんですよ普通にですねで伝聞証拠ってこれこれこういうふうなもんですとで じゃあ,あの具体的な事実を与えてじゃあ今回のこの事案で、えー、これは伝聞証拠なんですかとかですねあるいはか伝聞例外なんかありますかって聞かれると、えー、点数がんとみんな下がるわけですよねあるいはあの捜査法でもそうなんですよ捜査法でもあのまあ普通にですねあの強制捜査の定義まあ逆にその強制に当たらない任意の場合の定義 これ分かか。ってますす皆さん全員が。普通に書けるじゃないですかだけども、えー、いざ当てはめをしようとしてるすると、えー、なかなかこう迷ったりとかあるいは説得力を抱えた論述になったりとかするわけです。というわけで刑事実務の方はですねあのどんなふうな訓練が必要かと言いますとあの意外と出る論点は少ないんでとにかくですね馬鹿をこなすことですね。 なのでもう片っ端からですねもうあのこれ騙されたと思ってあの過去問全部とあともうとにかくもうレックの模試があるんだったらそれ全部ともうとにかくですねもう片っ端からやると数をこなすとで最初の方は何か微妙でよ,よく分かんねえなってとこでもいいです OK ですそれは数こなすとですね何か分かってきますどうぞ雑な言い方すればですよまあというわけで定義を覚えたら あとはもうとにかくです、ね、あの問題演習、えー、もう本当、これを繰り返してください。あの刑事系は特にあのこれが重要です。まあ、民事の方でも大事ですけどね、あの刑事まで極端ではないです。あとはえと最後、説問5番。まあ、これがいわゆるあの放送倫理の問題です。 まあ当然ですね、あの刑事は刑事で、法送倫理の問題もあの普通に出ますよね。まあ、若干ちょっとこれはですね、あのまあ、今回、公判前が終わってますんで、えー、その上で、そのあとからあのトレシりルべ請求って話ですから、まあ、係争法上ですね、あの公判前を経たあとでの証拠請求については、あのやむを得ない自由が、これ、いりますよね。 まあそれに関すする話です、まあ、これも実体法の知識になります。まあ、というわけで論点のレベルとしましてはまあ意外とシンプルですね。卓越の知識があればあの割と解けます。まあ、ただそれを気づかないケースが多いと。はい、えというわけでえちょっとですねもう今え私の時計でも58分になっちゃいまして。 まあ持ち時間ですね、もうほぼほぼ使い切りましたので、今日はこれぐらいにしておきますけども、まあ、大体ですね、あの傾向と、あとはそれを踏まえた対策方法、あの理解できましたよね。まあ、予備試験の実務科目も、まあ、年々レベルは上がってはいますけども、まあ、それに伴って、ですね過去問の蓄積とかあの、あるいは予備校の対策とか、 あのそういったレベルもどんどん上がってますんでまあ言い方をですねちょっと変えるならばやる人とやってない人の,あの差がつきやすい世界になってるんですよ。というわけであのちょっと頑張ればですねすぐあの上位層に食い込みますしまあ何だかんだ手薄な人多いですからねいまだに。と、まあ、いうわけでこれ得点源だと思ってあのしっかりやってください。でこれやっとくと口述試験でものすごい楽に働きますし。 あと、収集とかでもあのだいぶですね有利になりますから。はい、えじゃあ、私からは以上としまして、ちょっとこれからですねえと5分ほど、トイレ休憩というか、ちょっと休憩挟んで、そこからですねえ民法について、矢島先生の方からまた解説が行われます。じゃあえ私からは以上でですどうもお疲れ様でした